やい、震災商法業者名、貴様などこうしてくれるわ。はい、こんにちは。一人語りの拓也くんです。今日は痛ましい3月11日、東日本大震災から8年目の迎えました。私がこのような動画を上げるのもいかがなもんかと迷ったんですが、動画を始めてまだ1ヶ月ちょっとぐらいなんで、まあちょっとこういう話をしたこともなかったんで、まあしておいた方がいいのかなと思って、今回動画を上げました。私が震災に遭った時はですね、私は神奈川県だったからそんな被災者っていうあれじゃないんですけど、大した経験でもないんですけど、ちょうど住宅街歩いてまして、で、そこでこう、揺れ始めたんですよ。お、揺れてるぞ、地震じゃねえの、地震じゃねえの、つって。おい、マジ、おい、ちょっと、やべえぞ、これ、おい、でかくね、これ、なんつって言ってたら、その住宅街からも、びっくりした子供や、奥さんや、老人の方が出てきまして、みんなこう広場に逃げたんですよ。おー、電柱の下危ねえぞ、電線切れたら危ねえぞ、なんて言いながら、逃げたら、ちょっと落ち着いたところで、ですね、自転車に乗った老人が、仙台がやられたなんて言いながら走っていったんですね。で、近くにいた中学生の、ちょっとヤンキーっぽい男の子が、仙台終わったななんて言ってたんですよ。で、僕はその後、タバコを買いにコンビニへ向かったところ、コンビニがお店閉めちゃったんですね、地震で。あ、ちょっと今日地震だから営業できませんつって入り口で追い返されまして。で、あ、なんだ、タバコ買えねえや、つったら、そこにいた白髪のおじさんがですね、私のタバコをあげましょう、つって、10本ぐらいくれたんですよ。で、いらないです、いらないですよ、つったんだけど、いや、持っていきなさい、つって。困った時はお互い様だから、つって。で、くださったんですね。で、それから、20メートル離れたコンビニ行ったら、そこは普通にやってたんですよ。で、そこでタバコが買えたんですけどね、そこの入り口の、ところでおばあさんがですね、ラジオを持って地震の状況をね、こうみんなに知らせようとしてたんでしょうね。この、まあ、仙台だって言ったおじいさんと、タバコをくれたおじさんね、それからそのラジオを持ってたおばあさん、やっぱそのボランティアの精神っていうのがあったんでしょうね。まあ、その時は本当に、まあ本当お世話になりました。この場を借りてお礼を言います。ありがとうございました。で、話はそこで終わんなくて、まあその後、福島から来たという人、こっち逃げてきた人いるんですよ。まあそういう人からもいろいろお話を聞かせてもらったりとか、元自衛官の方、自衛隊の方からも、ちょっといろいろお話伺ったりとかしたこともあるんですけど、まあそれは多分皆さんが知ってるような話なんで、ここですることはないかと思います。私がその震災で腹が立ったことがありまして、それがね、震災商法っていうやつらなんですよ。人の不安や、人の善意につけ込んで、金をかすめ取ろうというね、ゲゲの鬼太郎に出てくる、ネズミ男よりもね、立ち悪いです。で、私の家にその業者が来たのがね、震災から2週間後ですね、一人の男がやってきまして、私にですね、震災で津波で、貴金属類がみんな流されてしまって困ってると。貴金属を出してほしいと。は?何言ってんのって。それは流されたかもしんないけど。さあ、だって貴金属つったってほら指輪にせよネックレスにせよそれぞれほらデザインが違うんだから、そんな違うものをもらっても困るでしょうに、だって。何言ってんのさって話でさ。多分その貴金属は、間違いなく言えるのは、被災者の手には渡りません。まずその人が換金して、金に変えてポケットにこう入れちゃうんでしょうね。もう絶対そうですよ。だっておかしいじゃないですか、貴金属が流されたって。で、もう一件がね、これネットだったんですけどね、被災地に送るので、新品の、PSP、プレイステーションポータブルでしたっけ?あれを50台送ってくれとかね、被災地に送るので、新品のテレビと、DVD、ブルーレイか、レコーダーを、それぞれ40台ずつ送ってくれとかね、そういうずうずうしいことを言ってる奴がいましてね。電気屋でも始める気かお前は、みたいな。だって被災地って電気ないでしょ、そんなに。電力が貴重なのに、そんなもの持っててどうすんだよっていうね。そういう厚かましいやつがいましたね。で、もう震災から8年経っちゃったんで、さすがにもうこういう、ね、震災商法をやってるやつもいないと思うんですけど、あの人たちは今何してるんでしょうね。まあ、きっと、オレオレ詐欺に精を出してるか、
架空請求の電話をかけて頑張ってるんでしょうね。やっぱそういう人のね、両親とか不安につけ込んで、それも震災っていう時にね、金を巻き上げようなんてのはね、本当にこれこそが本当の意味での不謹慎ですよ。一時震災中はですね、AC の CM が不謹慎だとか言ってるやついましたけどね、あんなものは全然不謹慎じゃないですよ。それよりもそっちの業者の方が不謹慎です。まあきっと今頃ね、またオレオレ詐欺とかやってるんじゃないでしょうか。まあせいぜい頑張れやっていうか、汗水流して働けやと俺は言いたいですね。では。